こんにちは。もとです、えー、本日の動画は年末のご挨拶ということで、えっ、ー、とまあ、簡単な1年の振り返りと、あの皆様へのご挨拶ということで、えっ、ー、と動画を撮らせていただいております。えー、まず、最初にえっ、ー、と本年も1年ありがとうございました。あのー、今年ですね。大変な1年になりましたコロナウイルスに始まってそれが収束せずにえっ、ー、と終わる年と。 えっとまあそれぞれ激,激動の年になってえー、っと皆様それぞれいろいろあったと思いますえー、私ですねえー、とりあえず動画のことで振り返りますとえー、YouTube を始めて1年半ちょっとえー、かなりの えと登録者をですね、えー、とチャンネル登録していただきまして正直、ここまで行くと本当に思っていませんでした、えー、どれぐらい、まあ、自分でもです、ね、本当にこんな無名の私で、えー、と好きなことをですね撮っているだけなので、うんまあ、数十人行けばいいかなと思ってたんですけども,もう今や150オーバーということでですね本当にあ,のありがたい限りでございます。 まあ今、映ってるですねフィアット 500L、私の愛車になりますが、これプラスですね、ダイハツのソニカもですね、この動画のところを基本、2本立てでですね送,送らせていただきました、まあ、それ以外に、ですねほんの少しあのちょっと趣味でやっていることも含めてや,やらせていただきましたが、来年もですね、車の関係のことで、 そうですね。なんか少しでもお役に立てるような動画を撮れたらいいなというふうに思ってます。まあ、プラスですね。ちょっと来年はあのまあ、こんなコロナ。もうすでにもう大もう3時ぐらいになって、もうかなり。またえっと湿度下がってきてですね。あの流行ってきてます、えー。なのでちょっとですね。まあ、私実はあの？ 車バイクと同じぐらいですねゲームも大好きで、まあ、ゲームの実況じゃなくてですね、えーまあ、特にその中でも任天堂が大好きなんですねなので、えっと、任天堂とか、まあ、そういう好きなことをですね、えー、ちょっとぐだぐだ喋るようなあのもう個人的なもうあの本当に喋りたいっていうのをですねもう前面に押し出したちょっとラジオ的なものもやって やってみたいなというふうに思ってます、うん、もう完全に自己満足の世界ですが、えー、どこまでどういうふうにやれるのかなというのをちょっとね今考えてるところですというわけでですねあの本年も皆様一年どうもありがとうございました来年もですね何卒皆様、えー、っとよろしくお願い申し上げます 良いお年をお過ごしください。本日の動画はこれで終わりたいと思います。では、またですね。あの新年明けましたが、まあ、どこかで動画を撮りたいと思います。まあ、かなりね。更新頻度バカバカなチャンネルなので、あのこんなチャンネルでもですね。あの飽きずに見ていただけるとありがたいです。それでは皆様。良いお年をお過ごしください。さようなら。